星稜高校キックオフ、星稜高校のキックオフで試合が始まります。キッカー0番、高塚東リターン、宝塚陣30ヤード付近でボールデッド。ここから宝塚の攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃は1回をダウンと称し、回数に応じてファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと称します。攻撃権は4回、4回で10ヤードを進み攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。宝塚東自陣28ヤードからファーストダウン点、1回目の攻撃、攻撃権更新、残り距離10ヤードを意味します。ナイスラン、ファーストダウン。クォーターバック1番ハンドオフフェイから自ら中央突破し、ファーストダウン攻撃権を更新しました。再び1回目の攻撃となります。宝塚東相手陣地勢ハーフウェイからファーストダウン点、右オープンへのランプレー、キャリア32番、しかしこれは星稜高校アジャストよく、原因は1ヤード。攻撃が進み2回目の攻撃、セカンドダウンに変わります。宝塚東相手陣39ヤードからセカンドダウン9、2回目の攻撃、攻撃権更新までは残り9ヤード。中央へのランプレー、キャリア8番相手タックルを弾き飛ばしセカンドエフォートを見せ約2ヤードのゲイン、サードダウン3回目の攻撃に変わります。宝塚東相手陣37ヤードからサードダウン7、3回目の攻撃、攻撃権更新まで残り7ヤードの獲得が必要です。失礼しました。中央へのランプレー、キャリア33番、ファーストダウン獲得です。攻撃権更新し再び1回目の攻撃と変わります。宝塚東相手陣29ヤードからファーストダウン点、攻撃権更新までは10ヤードの前進が必要、タッチダウンまで29ヤードです。ここでボールをファンブル、幸いクォーターバック1番自ら抑えておりますが、ここで約3ヤードロスしております。ロスは交代を意味します。宝塚東相手陣32ヤードからセカンドダウン13、2回目の攻撃、攻撃権更新までは13ヤード獲得が必要。クォーターバック1番パスを投じようとしてスクランブル、緊急発進のランプレーを展開しました。しかし相手タックル弾き飛ばし約5ヤードのゲイン、3回目の攻撃、サードダウンに変わります。宝塚東サードダウン7、3回目の攻撃、相手陣
攻撃権更新までは残り7ヤード。中央エナランプレー、キャリア32番、しかしこれは星稜アジャストよく4回目の攻撃、フォースダウンに変わります。宝塚東、相手陣22ヤードからフォースダウン3、プレーを選択します。ギャンブル、4回目を攻撃します。3ヤードゲインしないと攻守交代です。パスだゴー、パスだ。クォーターバック1番、右に流れながらワイドレシーバー31番にパスを通しファーストダウン獲得、ギャンブル成功。攻撃権は1回目に戻ります。宝塚東、ファーストダウン2ゴール、残り4ヤード。中央へのランプレー、キャリア8番、セカンドエフォートで約3ヤードのゲイン、ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。アメリカンフットボールは審判の判断でクォーターの半分に給水タイムアウト、ウォーターブレイクを取ることがあります。今シーズンは、コロナ対策のため選手ここにフェイスシールドの着用を義務付けております。これを合わせての熱中症対策としてウォーターブレイクを取ります。宝塚東、相手陣1ヤードからセカンドダウン2ゴール、タッチダウンまで1ヤードの前進が必要です。タッチダウン、ランニングバック32番、ハンドオフから中央突破、味方ラインマンの間を縫うように中央突破しタッチダウンを獲得です。宝塚東、6点獲得。宝塚東、トライ4ポイント。キッカー33番。キック成功、1点追加。宝塚東、7点。星稜高校、0点。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、ゴールポストの間にキックを蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、エンドゾーンに持ち込むタッチダウンですと倍の6点が入ります。さらにタッチダウンの際にはもうワンプレー追加され、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点が入ります。この2の倍数、3の倍数、7の倍数の足し算により引き分けが起こりにくい構造となっております。宝塚東キックオフ、先ほど得点を挙げた宝塚東のキックオフで試合再開です。キッカー7番、
このキックはエンドゾーンに入りタッチバックとなった場合は相手チームの攻撃となり、相手チーム星稜高校の自陣15ヤードの場合、このフィールドは15ヤードからの攻撃となります。星稜高校自陣15ヤードからファーストアンテン1回目の攻撃、攻撃権更新まで10ヤードの前進が必要です。ここでイエローフラグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。交代違反、フィールド内に12人乗りました。アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下でなければいけません。5ヤード抜体しファーストダウンやり直しです。星稜高校自陣10ヤードからファーストダウン15、攻撃権更新には15ヤードの前進が必要です。パス成功。クォーターバック1番、ワイドレシーバー1番、ヒッチパスをキャッチアンドラン、約6ヤードのゲイン。星稜高校自陣21ヤードからセカンドダウン9、2回目の攻撃、攻撃権更新までは9ヤードの前進が必要。パス不成功。クォーターバック14番スクリーンパス、ブロッカーをつけてのレシーバーに走らせるパスでしたが、これはパスが通らずパス不成功です。前パスの失敗はボールを元の地点に戻し攻撃を1回喪失します。星稜高校自陣21ヤードからサードダウン9、攻撃権更新には9ヤード前進が必要です。パス不成功。クォーターバック14番ここでロングパス、ターゲット1番、しかしこれはパスカバーされておりパス通らずパス不成功でフォースダウン4回目の攻撃と変わります。星稜高校自陣21ヤードからフォースダウン9、プレーを選択します。ギャンブル、9ヤードの前進をしないと攻守交代です。クイックパント、フェイクパントです。このパントを宝塚東はフェアキャッチ、しかしここでイエローフラグ、反則が発生しております。星稜高校の反則です。レイトヒット、プレーが終わってからヒットしました。この反則は重大な反則として捉えます。15ヤードの抜体、したがって宝塚東15ヤード前進した地点からファーストダウンと変わります。宝塚東相手陣30ヤードからファーストダウン10、攻撃権更新には10ヤード、
タッチダウンには30ヤードの前進が必要です。パス成功。クォーターバック1番ワイドレシーバー7番にパスを通し約3ヤードのゲイン。2回目の攻撃と変わります。宝塚東相手陣27ヤードからセカンドダウン7。ナイスラン、ファーストダウン。ランニングバック35番ハンドオフを受け中央突破、相手タックル引きずりながらファーストダウン獲得です。宝塚東相手陣14ヤードからファーストダウン点。右オープンへのランプレー、キャリア32番。しかしこれは声量アジャストよくゲインは1ヤード。宝塚東相手陣13ヤードからセカンドダウン9。パス不成功。クォーターバック1番ワイドレシーバー31番へのパス、しかしわずかにオーバースロー。キャッチミスでサードダウンに変わります。宝塚東相手陣13ヤードからサードダウン9。攻撃権更新には9ヤード、タッチダウンまで13ヤード。中央へのランプレー、ランニングバック32番中央突破しましたがわずかに距離が残りフォースダウンと変わります。宝塚東相手陣5ヤードからフォースダウン2。プレーを選択します。ギャンブル。2ヤード前進しないと攻守交代、5ヤード前進するとタッチダウン。中央へのランプレー、止まった地点の判定を待ちます。わずかに届いておりません。したがって攻守交代、ターンオーバー。
スライドさせない。あ、させないですね。わかりました。表示がね、こうなってました。宝塚。あ、ほんま、後で失礼します。わかりました。中央上のランプレー。しかし、このランプレーによるゲインはほとんどなし。セカンダウンに変わります。星稜セカンダウン10、ボールオン自陣5ヤード。キュービーさあ、クォーターバック14番、乱れたスナップを受け、そこからパスを投じようとしましたが、これを宝塚東がキュービーサーク、約2ヤードロス。ここでホイッスル。星稜高校前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。星稜先ほど制限時間内にプレーを始められないと判断しタイムアウトを取りました。星稜高校前半1回目のタイムアウトを取りました。星稜自陣3ヤードからサードダウン12。14番ハンドオフフェイから左オープンへのランプレー。ゲインは約7ヤード。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、宝塚東7点、星稜高校0点。攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。